いやー、また変なの来た。あれー、みずき、またやべえの来たよ。あ、このおっちゃん、このおっちゃん、なんか変なのいたね。ねえ、みずき、これまたやべえやつだよ、これ。というわけで、みつきさん、今日はこちらを食べたいと思います、パパが。うん、過去ね、極激辛シリーズを制覇してきた私ですけれども、ついに新しいのがね、出てきてしまいました。いや、もうなんかハーフ&ハーフ出たから、なんかもう、あ、このシリーズ終わりなのかなと思ったんだけど、まだまだ続くみたいですね。辛いのがね。こいつを食べていきたいと思いますよ。なんか雰囲気的にはさ、このパッケージ的にはそんなに辛いような感じしないよね。そう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 、よいしょ、よっ。お、見て、オレンジ。なにこの、なんか美味しそうな色。タンタンだからオレンジ、わからん。具が、あ、見てください、今回具がですね、キャベツからネギに変更になっております。ニラじゃないの？ニラですね。ニラでした、すいません、ごめんなさい。さあ、で、火薬を入れまして、で、あ、お肉もね、違うね、今回はね。じゃあ、お湯入れて3分後まで飛ばします。オープン、じゃじゃん。まだタレかかってない状態です。あのね、ニラがやっぱ匂い強いからね、すごくね、いい匂いします。さあ、そしてこの極激辛担々ソースをね、かけていきたいと思いますよ。どんな色なんでしょうね。お、あ、やっぱなんか味噌っぽいね、色がね。赤いでも、うん、はい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 、なんかこれまでのカレーとか極激辛とはまたなんか種類が違う感じのソース。はい、完成。どうでしょう、美味しそうじゃない。さて、じゃあそれではね、食べてみよう。まあちょっとあの早食いではないので、あの 味わいながらちょっといきたいと思います。はい、ではレディー、ゴー。むせた。あ、でも味噌っぽい匂いする。タンタンの匂い。うん。お、おいしい。これね、美味しいよ。うん、うまっ。うん、辛い？辛い、美味しい。あ、これうまっ。うまっ。はい、ごちそうさまでした。はい、すごい辛かったけど、すげえ美味しかった、最後まで美味しかった。今回は1分55秒94です。あら、素敵なタイムじゃないですか。はい、あ、来た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 、辛いの来た来た。というわけで、ごっきーかたんたん、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。うん。
美味しかった。ラシマ動画チャンネル今度マスクと T シャツ出すんだ。 T シャツのデザインは前のパーカーと一緒か。でマスクの方はカラーバリエーションいっぱいある。お、ロゴ入ってる。シンプルでいい感じじゃね。使いやすそう。ラシマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。Yeah.